感じ、バイ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 。はい、やってきました。ハイファイ TV。 はい、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 今日はですね、対談企画なんですけれども、はい、今日は滋賀県まで来てるんですけども、今日はこの2人にやってきてもらいました。おなし屋から炎上ティーサイガーします。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしく。まあ、今回ユニットとしておなし屋っていうユニットとしてちょっとインタビューされましょうか。はい、されましょう。はい、ましょう。何でも聞いてください。はい、では行ってみましょう。ビッグレイクレコードのおなし屋の炎上と申します。そしたら本日俺も同じビッグレイクレコードのおなし屋のティースラです。ティースラカーです。よろしくお願いします。チャンス。セナチンとの出会いのきっかけ、うん、セナチンとの出会いのきっかけ、俺はなダンスじゃない。炎上の家。炎上の家やっぱり。え、うせや。そうそうそう、炎上の家。炎上の家。キングソニックのセナチンってやつが今日滋賀に来とるから、うん、遊ぼうぜ。そうそう、なんかよく次の日に僕たちは滋賀に呼んでいただいてて、で前乗りで炎上の家に泊まりに行って、うんうん、でそこであのなんかちょっとよ一人呼びたいやつおるから呼ぶわっつって、うん、ティースラガーっていう、ね、あ、レゲビーやっけ。あ、それレゲビー。俺らのダンスで読んだ時に、あ、前乗りやな。そうやな。そう、レゲビーかちょっと忘れたけど、で、ティースラガーって言いますみたいな。あ、はい。そこで、あ、はじめましてがティースラの。そうやな。何年前やっけ。もう結構前じゃん。1年か2年ぐらい前。俺もその前から出会っとって、俺はあれやな、ガシフラっていう境東のダンスに行った時に、はいはい、うん、呼ばれて行って、ほんでその時なんかキングソニックってフライヤーで見てただけなんですけど、でなんか始まってたお酒がすごい飛び交う箱やって、ツインクリングスターズっていう前あった箱なんですけど、ほんでなんかお酒が飛び交ってって、俺が外に出て行って戻ろうと思って、エレベーター押した時にパッて横見たら誰かうずくまってる人がいて、もうほんまこんなんなってて、もうやばいみたいな感じで一人でうずくまってて、で俺が大丈夫ですかって声かけて、ほんならもうルルルルみたいな、もうベロベロやと思って、水買ってあげましょうかっつって100円で水買って渡したのが出会いです。いや覚えてるもん俺。覚えてる。なんとなくなんか誰かと喋ってたっていう。そう、この人大丈夫かなと思って、なんか結構頭痛かったなって。そう、死んでたから。それが出会いやな。それやな。それがきっかけやな。そうやな。だから俺が回してる時にエンジョが結構なんかポイポイ言ってくれてたのは覚えてる。うん、あープレイで、うん、プレイしてる時に、うん、プレイの後やな多分、うんうん、ティースラッガーのティーは名字が鳥元やからです。です。スラッガーは、スラッガーは強打者っていう、野球やっとったんやけど、ほんで、あれやな、もともと名前は下の名前がコウキって言うんやけど、K スラッガー、野球で言う K は三振やな。そら三振の強打者っちゅうのはよろしくないぞということで、名字の T を取りました。あの、ブランドのスラッガーから取ったと思うんですよ、俺。まあ、でも、まあまあ、久保田スラッガーっていう、まあ、それこそ K スラッガーやな。だけど、その久保田スラッガーっちゅうのをずっと使っとって、まあ、それもあったんだな、やっぱり強打者スラッガー好きやな、みたいな。うん、金、そういう感じだね。そういう感じ。ちなみに最初はマッドクラウンやったから。やめて。マッドクラウンからティースラガー。解明して。マッドクラウンは死にました。ティースラガーになった。はい。炎上？俺の名前は炎上です。炎上は炎上です。はい。で、おなし屋やねんけど、うん、まあ、せやな、おなし屋っていう名前のあの由来は、うん、滋賀県って市外局番が0748なの。うん、全部じゃないけど、全部じゃないけど、俺らの地元の地域が0748やから、もうどうしようと思って、うん、名前どうするって言って、おなし屋が最初ローマ字やから、うん、そう、おなし屋嫌やな、うん、0748もそれはそれで言った最初嫌、うん、やそもそもおなし屋じゃなかったの、名前すら決まってんねんし、どうしようって言った時におなし屋が出てきて0748、おなし屋でええやんみたいな、もうこれでええやんみたいな、そうそうそう、地元レップしてるしみたいな、でもうそうなったっていう。やはあれやな、感じやろ、感じの何々屋さんの嫌やな、はい、ですです。あ、なんかもともと滋賀のダンスで出会って、うん、滋賀県のケーズバーっていうダンス箱でダンスがあって、そこで初めてリンクオップして、で最初の1年2年ぐらいはもう個人個人で
仲良くやってたんやけど、なんかな、俺らユニット組んだらおもろいことできるんちゃうかみたいな。そうそう、もうずっと一緒にやってきてたから、うんうん、なんかこれ二人でおもろいことできるんちゃうみたいな。なんかスタイルもちょっと正反対的っていうか、ゴリゴリ系と俺はミディアムが好きやから、それが混ざったらどうなんのかなみたいな感じに仲良かったかな。そういうのも98がそもそも俺らしかおらんから。98生まれ、うん、他おる、同い年なんですよ、みんな。おらん、うん、そもそも少ないな。まあまあまあ、それもあってな。俺らでやっていこうっていう。なるほどね。ですですです。もともと AK69 をずっと聞いてて、うん、聞いてた。まあ、だいたいヤンキーやと聞くやろみたいな、中学校ぐらいの時で。それの YouTube の関連でテリーズアキ06が出てきて、こいつやばいなって、うん、こんな頭して裏庭独走最前線みたいな、こいつやばいみたいな。もう多分亡くなってたんかなと思うんだけど、それ聞いて次誰聞いたか全く覚えてないけど、いつしかレゲエハマってね、うん、気がついた。いつしかハマってた。うん、あとまあチェホン君のインパクトとかもそうやし、聞くよそれは大体。多いな、インパクトあれもそうやし、知らずに聞いてたんがレゲエやったっていうのか。なるほどね。この曲ええやんみたいな。ああ、それで歌ってみようかなみたいな。歌ってみようかな、また別の理由じゃん。あ、なるほどね。あまり言わん、これは。あ、オッケーオッケー。これは言うたらいろいろ問題になる。オッケーオッケーオッケー。はい、エンドは？中学校の時に、なんか湘南の風は知ってねんけど、うん、まあなんか中学校の時、まあそれこそ AK も聴いてたし、で、湘南の風もめっちゃ聴いてたし、うん、その関連やな。まあだから最初は湘南の風や、知ったんは、うん、で、そっから若旦那のアルバムにめちゃめちゃ食らって、中学校の時に、うん、その関連で出てきて、そっからアポロ君、久富君がめっちゃ好きだった、うん、入りは湘南で、そっからどん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 ディグってった、知らん間に、うん、それがレゲエのきっかけだ。あ、それでなんか歌ってみようかな。それは別の理由だ。それは別の理由だ。2人ともじゃ別の理由がある。別の理由だよ、ね、はい、まあそこはいいでしょう。そうな、はい。大体中学校の時って、中学やんな、出会いって。うん。大体中学校で、まあ、チャリンコのカゴにスピーカーつけて、裏にはどっちだろう。はい。です。です。です。パイパイ TV、パイパイ 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 TV、パイ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 。